福田昭夫は、日本の政治家、立憲民主党所属の衆議院議員、衆議院懲罰委員長、総務大臣政務官、栃木県知事、栃木県今市市長、民主党栃木県連代表、民進党栃木県連代表等を務めた、栃木県八重田市長で、元栃木県議会議員の斉藤淳一郎は女性、2011年9月、浜良、森 総務大臣政務官就任の記者会見栃木県河内郡と洋岡村生まれ栃木県立今市高等学校東北大学教育学部教育学科卒業在学中は学生運動に没頭両親が教員だったため自身も同じように教員を志望したが叶なわなかった百七十一年今市市役所に就職百九十一年 今市市財政課長を最後に退職。今市市長選に無所属で出馬し、初当選した。以後3期9年にわたり、今市市長を務め、1997年には全国青年市長会会長に就任した。2000年、今市市長を3期目の任期途中で辞職し、無所属で栃木県知事選挙に出馬する。この栃木県知事選挙は、 保守陣営から五選を目指す現職の渡辺文雄、福田の両名が出馬する保守分裂選挙であり、また渡辺が既成政党後党推薦の相乗りで出馬したのに対し、福田は政党の推薦や支持を得ていなかったため、無党派ブームに乗る形で支持を広げ、わずか875票差で渡辺を破り、栃木県知事に初当選した。2004年の栃木県知事選挙に再選を目指して、 出馬したが、宇都宮市長を辞職して、立候補した福田富一に12万病町の大差で惨敗し、落選した。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、栃木2区から出馬。自由民主党で、元法務大臣の森山真由美に、栃木2区で敗れたが、重複立候補していた比例北関東ブロックで、復活し、当選した。当選後は、 民主党新人議員勉強会の初代会長を務める。2009年の第45回衆議院議員総選挙では森山の引退に伴い、前回までは比例北関東ブロック単独で立候補していた自民党前職の西川君也に比例復活を破り、栃木2区で再選。2011年9月野田内閣で総務大臣政務官に任命される。 二度の内閣改造においても再任された。2012年の消費増税をめぐる政局では、社会保障、税一体改革関連法案に反対の意向を表明し、総務大臣政務官の辞表を提出。6月26日の採決では、党の賛成方針に反し、本会議を欠席して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で、増半議員への処分を決定し、 福田を含む欠席、危険した議員12人については、常任幹事会による厳重注意処分が下された。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、栃木2区から民主党公認で出馬。自民党現職の西川君也に9000秒余りの差で、敗れたが、超複立候補していた比例北関東ブロックで、復活し、参戦。2014年の 第47回衆議院議員総選挙は、当時、現職の農林水産大臣だった西川を199票の僅差で破り、前回の雪辱を果たして4選。2015年の民主党代表選挙では、長妻明の推薦人に名を連ねたが、長妻は1回目の投票で再開に終わった。2016年3月27日、民主党、維新の党の合流により決闘した。 民進党に参加した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に際し、前原政治民進党代表が9月27日、民進党を事実上回答し、希望の党からの立候補を容認する方針を表明。これを受け、福田も一旦は希望の党に交流指導党から出馬する意向を示していたが10月3日に、希望の党から発表された一時公認に、 福田の名前はなかった。同日、日光市内で講演会の会合を開いた後、無所属での立候補を表明。福田は、希望の党から立候補の政策協定書が昨晩送られてきたが、とても理解不能な内容だったと述べ、希望の党代表の小池百合子東京都知事の憲法官や安全保障政策に違和感を覚えたことも、無所属での立候補を決めた理由に挙げた上で、 対路を断って選挙区で何としても勝利し、安倍独裁政権を終わりにすると表明した。福田の無所属での出馬を受け、日本共産党は、栃木2区で候補を取り下げ、党栃木県委員会は福田を事実上支援。社会民主党、立憲民主党も福田を推薦した。栃木2区で自民党前職の西側を破り、合戦を果たした。10月25日、 選挙を受けて開かれた衆院各派協議会に民進党席を有したまま無所属で出馬して当選した議員らを代表し出席その後の会合で岡田克也を代表に新たな会派の結成に合意し10月26日に無所属の会を結成無所属の会の国会対策委員長には福田が就任した2018年4月27日 民進党と希望の党が結成する新党、国民民主党への不参加と民進党離党を表明。翌28日には立憲民主党に入党する意向を明らかにした。5月8日入党が承認された。ありがとうございます。